え先日ですねテレビ見てたら若い人が昭和歌謡にハマってるとか言ってましてですね、えー、そうなんだとか思って調べてみたらどうやらあのネットの動画とか有名作曲家の方が亡くなられたことで注目が集まってですねやっぱり流行ってるみたいですネットが普及してからですね私もよく YouTube 見てるんですけどこれは結構時代遡ってですね大昔の動画も上がってますんで 非常にあの楽しいです。昔のアイドルっていうとキャンディーズとかピンク・レディーなんですけど大昔はね大人数のアイドルグループっていうのはなくてこれここ数十年のトレンドですね。最近は n i z とかよく出てて、まあ、これはあの韓国プロデューサーのね j y パクシー氏ですかね。日本人メンバーで構成されてて、 最初見た時はね完全に韓国かと思いましたあの感じなんでねでそれもそのはず以前はあの少女時代とかあとからなんかがねいましたんで韓国のアイドルグループはいつもあのダンスが話題になってて皆さんあの真似してますけど前にはまってよく見てたのがですね中居んの「昭和時代」っていう動画なんですね で、これはあの、少女時代の G っていうダンスのパロディなんですけど、なかなか出来が良くてですね、コメントではあの、仲良くっちょぶっていうのもありました。えー、説明にね、あの、リンク貼っときましたんで、えー、見てください。面白いんで。話逸れたんですけど、あの、日本では近年 AKB 中心として複数グループありますけど、遡るとですね、この単語の走りっておにゃんこクラブとか、 モーニング娘でおにゃんこクラブはあの秋元康氏がですね大きく関わっててこの時はあのプロデューサーではないんですけど AKB は正式にプロデュースしてます渡辺満里奈さんとか渡辺美奈代さんですかね今でもよくテレビ出てますよねで私のど真ん中と言いますとねやはりあのランスミキのキャンディーズでして 今はランちゃんだけが女優さんで活躍されてますけどミキちゃんは専業主婦そしてすーちゃんは残念なことにですね、えー、若くしてお亡くなりになってしまいましたキャンディーズはね今でもあの春先になるとラジオからですね12月の達郎兄のクリスマスイブ同様春一番ね必ずかかってますピンク・レディーはねこの少し後だったと記憶してますね 今の40代、50代の女性の方だったら、多分今でも普通にね、踊れる方多いんじゃないですかね。女性量ってのあのは昔から結構多くてですね、代表的なとこから行くと、パフィー、ウインク、アミン、えー、もっと遡りますよ、リンリンランラン、ザ・ピーナッツ。あとね、ここら辺であの、黄色いサクランボで有名な、 ゴーールデンハーフってていうトリオもいましでですねエヴァさんが、えー、印象的でしたそれとですねここから先はちょっと私もリアルでは知らないんですけどスパーク3人娘ってのがあったらしいんですがこれあのそのまりさん中尾美恵さんあと伊藤ゆかりさんの3人組でまあ一人一人はね存じてるんですけどこの3人がですねグループを作ってたっていうのは知らなかったです。 えー、最近はコロナ禍でですねカラオケもしばらく行ってないんですけど昭和の歌姫でね好きなのが広田美恵子さんとあ朱里恵子さんです広田美恵子さんはね去年お亡くなりになりました朱里恵子さんは50代でね、えー、若くしてお亡くなりになっていますまあどちらもね歌唱力高く評価されてて朱里恵子さんなんかあのブルースの女王和田明子さんと よく比較されてていたってね、えー、聞きます。あと説明欄に貼ってあるシュリエコさんの動画はこの時20歳にしてはねちょっと老けてるように見えるんですけどこれ当時のねメイクのトレンドがあのこういった感じらしいです。いややっぱりいいですね昭和は。